どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。 YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローしてくれたら嬉しいです。それではスパロボ BB ガチャ引いていきたいと思います。はい、ガシャだった。もうあれだな、うん、何回間違えるの。ずっと間違える気がするわ。ガシャだよね、うん、ちょっと気分を変えてアムロにしてみて。うん、いいね。かっこいいよ。かっこいい。メビウスの輪ですよ、きっと。そうなの。うん、これね、メビウスの輪って言われてる、あのニュータイプの思念の渦ですね。何言ってるか全くこっちには分からないと思うけど、まああれです。何やるかっていうとですね、まあチケットガシャをずっとやってるわけですけど、はい、まあイベントが終わって SSR チケットまた2枚手に入ったんですよ。でこれはこれで引く、うん、し、あと今541個あるんですね。うん、でこれ全部はいけないんだけど、ステップ4までいけるんですよ。うん、お、結構いけるじゃん。400の450、480で、いけるわけです、うん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 。で、そうすると、攻撃特化、攻撃&命中の機体タイプのやつの SSR が1個確定するんですよ。やった。ってなわけで、まあ、これとチケット2枚と、よし。やっていきたいと思います。うん、また例によって欲しいのは2取得。うん。ってことですね。はい。どっちから行こうかな。どっちも1体確定なんだよな。じゃあ、簡単な方から。チケットから行こうか。うん。じゃあ、ポチ引きますか。引きます。もう行け。行くぞ。行け。2取得、来い。来い。お腹鳴った今。ポチの押した瞬間。はい。ってことは何か来るのかい？はい。はい。押すの下手くそだ。いや、黄色のはずないじゃん。おお。マジックこの前来たやつだね。ダメじゃん。もう一度。もう一度。こっち見してくれよ。スコップ押さなきゃいけない。いや、スコップじゃない。ああ、全然。失礼。はい。はい。いけ。お、見て、金色だもん。これ来たわ。金色から？これいいの来たわ。虹になって。絶対来た来た。来たよ。さあ。来た。ああ、ロード挟んだからこれ来るね。二取得ですよ。うん。ハイメガランチャーで沈めてみせ。ゼータガンダムじゃないですか。当たる。いいね、このカミーユのこの、見た目と反して、熱血感なのいいよね。うわぁ。乗りましたね。やった。ありがとうございます。やったね。ポチさん、見せてくれるじゃないですか。じゃあ、次はレオが見せてくれる。うん。これ多分3連、5連、10連、10連なんです。はい。もう全部でもう SSR をね。出たらすげえけどね。絶対でね。これで合ってるよね。落ち着け。合ってるはず。え？間違えてない？大丈夫？合ってるはず。どれ？これでいいの？合ってる合ってる。5ステップアップ、これ。うん、いくよ。3回挑戦。3回挑戦。3個出るってことか。これまずは3個。お、でも大きいやつだよ。いや、それ、あ、でも金になったよ。なったよ。あ、金止まり。はい。はい。おー。はい。まあ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 。まあまあまあ。次。次。頑張れ。5回。5回。なんか、キラキラのやつ。なんか。虹色のやつ。どうよ。もうまた、あれでしょ。これ虹色になるよ。金になってからの。うわぁ。あー、金が2個。金2個。金2個。2個か。まあ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 、そうですね。次10でしょ。で、ここは、まだただ、ただ10連できるだけなんだよね。で、そこで SSR でも1個来たらすごい。すごいね。すごいやつ。来て。青い。こっから、こっから金、そっからもう一声。もう、ぐ。2個。1個。あれ？これは、1個。あダメ？ダメ？ 2 個。2個。あー、ダメでしたね。
次、まあ、そんな時のためのステップ4ですよ。確定。確定です。かぶり、来ないで。うん、来ないでほしい。まあ、そんなでもまだかぶるのはない。あ、でもわかんないか。意外とね。うん。まあ、でも、行くよ。うん。お願い。お願い。来いよ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 。かぶらず。そして黄色になって、そこ、わー、そう。来たよ、これ。お一個かなー。一個だったな。いやー、一個かなー。どうだろうか。お。はい。お。はい。ここまでは。ここまでは、ね。最後だからね、最後に見せるのかな。もう確定だから、はい、お、はい、お来たよ、ロード挟んだってことは。誰？ん？え、僕の子。あ、バルブレイブじゃない？そうなの？おぉ、かっけえ。おぉ、おぉ、ああ。よっ。腹切りブレイド。ハルト。そうだね、バルブレイブのやつだね。来ました。やったぜ。なんかもう、なんか、ちょっとよくわかんない、この絵が。でも腹から引き抜いてる瞬間でそうなの、もう全部オレンジ色になっちゃったじゃん、うん、もうだってそれはあれだよ、燃え上がるから。燃えてるのか。うん、うわぁ、だいたいスパロボのロボットそうなる時あるから。燃えちゃうの、こう燃え、オーラみたいなのがわーって出てさ、こういう色になる時はまあまああるから。ブレストファイヤーとか胸のとこそうなってるじゃん。あとガンダムのトランザムとかもそうだし、まあ、何のこっちゃわかんねえみたいな顔をするのやめてもらっていいですか。いやでもよかった。SSR が、新しいのがまた2個手に入ったのかな。うん。うん、そうだね。うん。これでまた、ユニットの幅が広がるんで。やったね。イベントもね、進めたりとか、うん、ストーリーもこれからまたそろそろストーリー新しいの来るらしいんで。そっちも楽しみにさせていただこうかなと思ってます。頑張ってください。はい。はい、じゃあ今回はここまでですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、いいねいただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。